繁盛での勝利により討伐軍は全ての君主に認められることとなった。ついに英傑たちは一つとなったのだ。順調に歩みを進め、越城の目前山崎の地に至る。しかしそこで足を止めざるを得なくなった。陣外の敵スサノオ率いる戦海軍の急襲を受けたのである。瞬く間に包囲され追い詰められる討伐軍。しかし幾度も修羅場をくぐり勝ち抜いてきた彼らに動揺はなかった。それよりも気にかかるのはダッキの思惑、その真の狙いだった。瞬く間に包囲されたか。さすがはスサノオ率いる戦海の精兵たちだな。だがそのスサノオ自身がまだ来ていない。勝機は十分あるでしょう。まあそれよりも気になるのはダッキさんの方ですか。企みを秘めているのは間違いないだろう。夢監視を怠らぬことだ。無情の喜びよ、さもなくば撃たよ。
それじゃ反撃開始。次こそは我が知略でお前を倒す。ここまで徹底しておっているか。スサノオはよっぽどダッチを捕まえたらしい。それだけでない。スサノオはもっと別のものだ。この扉は先日に閉ざされている。我が力をもってしては開かないとは。スサノオの仕業。こうなっては南から迂回するしかあるまい。ここは私が食い止めよう。スサノオが求める。くっだめ反応撃。そのような物言いをするのだ。気候の推測は立っている。幼女の出現に関わる何か。その程度についてはここまで押し上げれば十分でしょう。漁場の兵力は下に回ってきました。おかしいな、なかなか怖いな。僕が出たらダメなのか。Hey!
道館で僕が負けたのは間違いない。間違いない。直さない。九四五九。言っとくか。ライオン怪人劇。こんなことありえない。二度も人間に負けた。そっか、人間には旋回の力が通じにくいんだ。僕が弱いわけじゃない。評価の仕方を間違えたんだ。ダッキー、我より逃げることはかなわぬ。おとなしく誰の持つものを差し出す。スサノオさんもしつこいな。皆さん、か弱い私を狙うムキムキ仙人をやっつけて。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。追い詰めたぞ、ダッキー。覚悟せよ。覚悟するのはそっちだったりして、見くびらないでね、スサノオさん。脆弱にして神の名に聞こえ、我が前に立ちふさがる。言っとくか、ライオン怪人劇。ても固くなに隠すのみか。ならば。ご苦労様。じゃあ私は行くところがあるから。じゃあね。そろそろ化けの皮が剥がれますかね。オロチ様。そこか。見よ、これが我らが守らんとしていたものだ。ダッキー、やはり裏切ったか。別に裏切ってないわよ。太公望さんだって気づいてるんでしょ。あの蛇はオロチ様。制御を失って暴走するオロチ様の力そのものだったら、オロチ様を復活させるのが一番冴えたやり方よね。いいな、ナレの行動は滅びを早めるのみ。すでに遅かったか。滅びは避けられぬ。
この世界は滅びを望んでいる。なんとなれば、オロチが己の滅びを目指してこの世界を作り上げたがいい。オロチが生存していた間はそれでも問題はなかった。キャツにも理性が存在し、世界を律しておったようだな。しかし人がオロチを倒した。その時世界の滅びは定めとなったんだ。理性を失った力が緩慢だが確実に広がり、世界の意志と結びついた。そしてかの幼者が生まれたんだ。己の滅びを望む幼者は世界を食らう。あたかも己が王を飲み込む蛇のごとく、脆弱なる人の子の力ではかの幼者を滅ぼすことかなわぬ。これより先の戦いは我に委ねる。なれら人間が手を出すことは許さぬ。幼者の出現を防ぐことはかなわなかったか。いや、そもそもそのような方法はなかったと言うべきだろうな。だが絶望することはない。我らのもとにはヤシオオリと酒呑童子があり、それらを生かす人の力も結集している。各国から資材を集め、ヤシオオリを増産、しかるのち幼者を攻め、これを討滅するのだ。だがそれまでは幼者の襲撃をしのがねばならぬ。劉備将軍との連合も必要だろう。私は人の子の強さを知っている。貴公らの力が一つとなった今、打ち倒せぬ敵はない。さあ新たな未来を紡ぎたまえ。地獄そのものの戦場で奪う。人の子は強い。私は初めから確信していた。他の幼者は人の手で滅ぼされるとな。あれ、戦場においてはただ勝つのみ。よう、今日は。また来てくれよ。
僧に率いられ、馬将らは成都へと向かった。そこでついに劉備徳川家康との合流を果たす。その時計ったように龍馬の大軍が成都を包囲する。一人の人間も逃さぬように、そして幼者の首が一つ生徒に向かって移動を始めた。かつての生徒は幼者の襲撃を受け滅んだ。しかしその時曹操の援軍はなかったのである。過去は確かに変わっている。幼者の出現は不可避の定めだった。しかし人の滅亡は避けられる未来である。今こそそれを証明する時だった。曹操殿に援軍をいただいた直後に龍馬の包囲を受けるとは、我らの動き読まれていたと考えるべきでしょうな。幼者の一体が迫っているとの報告もある。八潮織を持たぬ我らでは幼者に甲子園兵と民を連れて脱出するほかあるまい。何、劉備殿と曹操殿、二人の大英雄が手を結ばれたのです。龍馬がいかに包囲を図ろうと我らを阻めるものではありますまい。ええ、その通りです。私にお任せください。仁と歯を継ぎ希望への道を描いてみせましょう。奉仕祭出るぞ。幼者襲来までの時間は多くはあるまい。急ぎ進むとしよう。劉備殿と民には中央を進んでいただきます。家康殿と曹操殿は皆の敵と進んでいただきます。もう安全の確保をする。注意を引いていただきたいのです。よし行こう。龍馬に切り解け。民を安全に逃がすのだ。任務だ。お前だ。龍馬が群れて成都を襲っておるわ。この隙に成都をわしのものにしてやろう。彼女は放置した早急にせよ。俺にお任せよ。気合いだ。やはり伏兵が潜んでいましたか。こいつらの相手は俺に任せろ。Yeah!
しろ。悔しいが、敵将を討ち取った。その動きも計算のうちです。さあ連動出しましょう。撃たせ、ローマどもを近づけるな。様のご命令だ。奴らを蹴散らすぞ。気合いだ。敵の援軍ですか。北の道は攻撃の援軍が必要でしょう。おお、助かった。これで策を実行できる。剣は取り除かれたようだ。さあ、進もう。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。皆の足並みが揃ったら脱出いたそう。どうでか当てろ。爆破だ。俺と勝負だ。俺の番だな。いや、ついた。なんだか知らんが再びよく乱れ始めた。主子肉林を叶える。こう
よくやってくれた。曹操殿が再び手を結んだ。皆が一気に対抗しとる。誇ってえぞ馬上。お前が使われたらいいじゃん。俺一人の攻撃ではない。支えてくれたのに故に俺は誇ろう。戦ったら仲間にしろ。Oh!
この我がここまで。我らは一人ではないからだ。どれほど重きにも助け合い支え合うことができるのです。我らを信じ、幼者討伐の戦お任せくだされ。人の力見誤ったようだ。だがまだよ、まだ足りぬ。危機は出したようだな。では小田原城へ向かうとするか。幼者討伐の戦を始めるためにな。佐野殿、我らは自らの手で未来を開いてみせますぞ。あれか、幼者。このように離れた場所からです、生徒が蹂躙される様が見て取れる。復興までには長い時がかかりましょう。ですが国の要は人です。彼らの命を休んじられたのですから、この戦我らの勝利と言いましょう。佐野殿の介入があったもの、これで小田原城に向かうことができます。うん、五郎か。大阪城に向かった者らも小田原に集い始めておる。人と幼者の総力戦がこれより始まるのだ。生徒の民と兵は小田原城に送りました。民を庇護し、兵は討伐軍に組み込みます。これにて食と徳川も幼者討伐軍の一員です。五郎館の士官、大阪城の信長ら他の将とはこの地で合流を果たす。後小田原城で幼者討伐軍を再演する予定だ。決戦の時は近いぞ、心せよ。たる我が手中にあり。よう、今
幼者の出現を防ぐことはできなかった。しかし全ての人の力が結束した今、幼者を恐れる理由は何もない。折しも古老館に幼者が迫っているとの報が入り、宗妃の指揮下に入った芝生らは八潮織と酒呑童子を伴い現地へ急行した。迫り来る巨大な幼者、その後には平清盛に率いられた妖魔軍も続いていた。かつてはこうしえなかったその敵も今は打ち払うことができる。過去は変わった。幼者討伐軍は息高く戦いに臨んだ。無理をするな。八潮織のために多量の精を抽出したのだ。波の存在なら死んでいる。この私を案じているのか。オロチの分身たるこの私を。気づいていたのか。記憶が戻りつつある。だが心配するな。約束は守ろう。お前たちのためこの力を使い切る。全知全能たる私に全て任せるがいい。八潮織を用いて幼者を打ち払う。はあ、それまでは全軍守備に徹せ。下手に手を出して被害を広げてもすまない。この圧倒的な力よ、あれが今こそオロチ様の新たな姿。魔王ここに死ぬ。大したものだ。あれほどの存在を退かせる。幼女はもう一体おります。ご油断なく。真実ならばオロチのすぐ片付け。進軍を開始せよ。以前のオロチの形をしておう。中身はうろよ。新たなオロチ様が吐き捨てた檻に過ぎる。まあよい。奴らのもてなしは我が輩が務めよう。私まとめないと目玉だな。二つに分けよう。一方が襲撃を受けよう。だな。よし今だ。
ありったけの矢を打ち込め。状態に伝えよう。弓兵を引かず将を撃てとな。見事な技だな、太鼓。俺が出る。危ないところでした。援軍感謝いたします。メッス、奴らの背後に回り込ませろ。頑張って考えた方かな。でも背中がガッチリなのよね。いい腕をしている。しているように見えたのか。
張り切ってますわね。これは少々厳しい状況だな。見つけちゃった。あそこから敵の砦に飛び込むの。すっごく慌ててくれるわよ。私にはかなわなかったな。新たなオロス様の誕生を祝すため、秘伝なの命、我にもらい受けよう。毒斬りか。術者を倒さねば収まるまいな。曹操様は生徒で勝利、リュウビラとの連合を果たしたとのこと。ならば我らも役目を果たさねば。おぶなしい。目玉だな。俺の番だな。俺が出る。お願いと噛み砕いてくれよ。
君の甘さ、お笑いになる。良い働きだ。私に手を貸すというのか。遅いじゃない。これは興味深い。黙ってもらう。大丈夫だろ。こらえている。俺の番だな。受け取ってくれよな。逆らう。楽しい祭りのおかげが始まるというのに。俺が出る。あなたは知らないでしょうけど、それならもう十分楽しんできちゃったの。だから今度は別の楽しみ方をするわ。一時の勝利に酔うがよい。すぐに絶望を味わうことになるゆえに。あれです。決めつけのことだ。己って生まれ持つものではない。生きる中で形作るものなのだからな。この程度の策、私に見抜けぬと思ったか。魔人、幼女、コロアイカ、俺の番だな。全て俺が出る。我が脂肪が飲み込んでくれよう。そうよ、やればできるではないか。いい腕をしている。これはオロチの力で閉ざされているな。我らの術では歯が立たぬようだ。だが主天道寺、お前なら、あるいはこの扉からは私と同志のものを感じる。これならば解除できるだろう。私がなるはずだった存在か。何の感慨も湧かぬな。人の未来の貴様らには滅びてもらおう。
目は果たした。友軍と合流する。小田原城へ向かう。この私にかかれば容赦も魔人もオロチすら打ち倒すことはたやすい。まあ滅ぼしたわけじゃないんですがね。だが時は稼げた。その間おのおのがなすべきをなせば。人の力が結束した今、勝機は見出せよう。この鮮やかな勝利を当然の帰結と言えよう。孫権と行動を共にする竹中半兵衛らは大阪城に向かった。そこでは各地から集められた潤沢な資材を用い決戦兵器八潮織の増産が行われていた。妖者討滅を唯一可能にする兵器。やがてその存在を嗅ぎつけた妖魔の大軍が攻め寄せ、しかし討伐軍にはわずかの動揺もなかった。八潮織の警備には最大の戦力が割かれていたからである。孫を討
上杉、武田、北条、織田、各国が手を取り合った今、妖魔の軍勢などを恐れるに足りない。妖者出現の事実は変えることができなかった。だがこの先の未来を変えることはできる。それだけの力を人は手にしていた。妖者を倒すための兵器、ヤシオウリの量産が完了した。あとはこいつを討伐軍の拠点小田原城に運び込みや、俺らの仕事は一段落だ。報告します。妖魔の大軍が接近中とのこと。じゃあ払うべし。今のわしらなら余裕だね。東塔の虎に甲斐の虎、越後の竜に相模の獅子、おまけに魔王まで揃っとるからね。表示用ぞ。巨孔明の部、とくとご覧あれ。文化のごとき妖魔を数に任せて押し込め。出番です。闘争きたれ、剣心を防がん。ちょうどいいところに兵器があるね。わしらはこれで敵の足を止めちゃおう。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。俺たちはここに構えるぞ。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。俺の番だな。拙者が参る。出番です。越後の竜剣心さんに、相模の獅子ジロスさんで、魔王織田信長。この戦いびっくり動物大集合だね。メッセージ、私の虜になりなさい。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。偉い人たちが揃ってるさ、楽できていいよね。こうして皆が結束した。これは私の虜になりなさい。努力の賜物です。今回の俺寝てたらダメかな。頑張ったご褒美ってことで。ダメでしょ。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。私の虜になりなさい。
ついて城壁を打ち破った門を通らず壁を壊すだと赤穂の考えだが悪くねえ。もう偶然は起きないよ。僕が人間に負けることはない。やっほー！待ってたぜナタ。清盛のおっさんに無理言ったんだ。きっちり働いて返ししてくれよ。おっさんと俺の能力を込めたその体見よ。ポレドブの剣負けねえだろ。見つけたとまた俺と勝負しろ。ここで両夫の登場とはますます戦場が混沌としてきたな。優越、さらなる闘争を楽しもう。戯れよゾウ。おお、また盛大に壊れちゃったの。これなら楽々通れるわい。派手に壊しやがって修理が大変だろうが、ま、知ったこっちゃねえが。貴様はこの俺が倒す。誰にも邪魔はさせん。またあんたか。どうして無駄なことを繰り返すの。分身の術って使えたら便利だろうな。分身を働かせれば俺は寝て暮らせるし。お前なら分身も寝てそうだけどな。うん、いい働きだ。お前らどっから入ってきた。禁門の術は解けてねえだろ。うん、良き者の不要。援軍とは助かり申した。しかと見よ。ポレドブの極み。ええな、お前こりゃチンたらやってられねえか。俺が負けるとナタが困るのだ。孫悟空様の本気見せてやるぜ。やるねえけどまだだぜ。しかと見よ。これぞ武の極み。ナタすまねえ、やられちまった。さあ、孫悟空は倒した。
これで仲の術は解けたはずだね。ウノはこの程度では満足しない。なお。マイル。出番ですわね。打ち払った小田原城へ向け兵器を運び出せ。妖者討滅の戦始めようぞ。僕が三度も人間に負けた。立て、俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのかな。全て打ち払い、
これでゆっくり兵器を運び出せるね。さて、久しぶりに小田原へ帰るが。うん。五郎冠、生徒に向かった者たちも役目を果たし集っている頃だろう。幼者討滅の戦開幕ぞ。号令が欲しいところじゃねえ。さて、ふさわしきは誰だ。困難に屈さず、時を超え。俺たちを集めたドワフォードンしかいねえわな。カグチ、呼ばれてるよ。ヤシオウリを運び出す手はずは整った。しばし時はかかるだろうが、十分な数のヤシオウリが小田原に集まろう。劉備のもとへ向かった曹操、幼者のもとへ向かった曹丕、この地にかの者らの合流を待つ。後小田原城にて幼者討伐の軍を起こそうぞ。過去を現状の武見せてやろう。
来てくれよ。ついに人の力が一つに結集した。今や八潮織もそれを守る兵力も十分に揃っている。妖者に挑むことはもはや無謀な賭けではない。今こそ希望の未来が開かれる時だった。ついにこの時がやってきた。全ての人の力が結集し、旋回の英知も俺たちの手にある。うん、負ける要素を探す方が難しいね。皆様、出撃の準備が整ったとのことでございます。よし、いざ出発。貴様にはかわいそうだけど、お仕事パパ。世界の道連れに滅ぼすのは惜しい。その心、大切にすることだ。他者を慈しむことができるのなら、お前はもはやオロチの分身ではない。お前はお前になったのだ。よし、じゃあ行くぞ。行こう。さあ行くとしよう。時を超えた戦いの俺の番だな。出るぞ。ここまでたどり着いた。人界と生体の力が残るほどに結集している。俺たちが妖者に負ける理由はない。それじゃ兵器がなく王者を倒せないから、ね、しっかり確保しておこうよ。今しかも兵器が倒せた心配だな。佐藤さん、お願いします。承知。
出ろ。敵将、覚悟現状が打ち取った。
させてもらおう。おお、ついにやったのか。倒してはい終わりってわけにはいかないと思ってたけど、これまでの経験上この先に待っているのは、だが臆することはない。これまで同様全力で戦い抜くのみよ。お仕事終了ってか、準備は全て整ったな。全戦力が小田原城を出発した。すぐに王者の巣に展開するはずだよ。もはや無謀な賭けではない。今こそ王者を討滅するのだ。末エーケスはついに妖者を打ち倒した。だが戦いはまだ終わっていなかった。妖者の巣に開けた新たな道、その先に妖者から抜け出た邪悪な力が飛び去ったのである。楽よ、古老館で妖者を撃退した者たちにはもう分かっていた。この先に待ち受ける新たな脅威の正体だ。しかし誰一人恐れる者はいなかった。これまで乗り越えてきた数多の苦難が勝利への自信を与える。新たな未来へ向けて討伐軍は進軍を開始した。へえ、すごい力を8つも感じるわ。これはひょっとしてひょっとするかも。想像しうる中で最悪の事態と言えようが、想像の範囲内の事態であるとも言える。人の子らの今の力ならば乗り越えられぬものではない。ずいぶんと信頼したもんね。お前とて人の子の勝利を疑ってはいまい。まあね、だってこの私が協力してるし。さーて8人のか思いっきり楽しんじゃおう。ゆきさんにはかわいそうだけど、お仕事パパ。
ちが8人か。しかもラディオで戦った王子とは一味違う。圧倒的な力と存在感。我らは戦の困難を乗り越え、この戦いも乗り越えられると信じるのだ。
8人のオロチ様から解放された力、また一つに集まったみたいね。なんだかとんでもないものが生まれたんじゃない？太鼓坊さん、これも想像の範囲内？さて、いずれにせよ、時を超えた物語も最終章に近づいたようだ。人が導くのは滅びの結末か、希望の新章か。今はただ読み進めるとしよう。8人のオロチは解放された力。ジョカイ、どう見る？八つの滅びが一つに凝固している。おそらくはオロチの姿をしたものだ。だが、それはもはやオロチではあるまい。健全たる破壊の意志、世界の意志の代行者、破壊神。人の力は8人の魔王すら凌駕した。しかしオロチに宿る力は根強く、いずこかに飛び去った。直後、凄まじい力が世界を覆う。幼者8人のオロチすら及ばぬ圧倒的な力、存在感、これまで以上の脅威が出現したことは疑いなかった。主だった討伐軍の将は急ぎその正体を見極めるべく、マクスの奥へと足を踏み入れる。だがその前に立ち塞がったのは旋回軍だった。この先にスサノオを囲む。なんとかようなところにまでスサノオ殿が。一刻も早く新たな脅威を見極めねばならぬというのに。信長はとどまらぬ。何者が立ちはだかろうと、我らの未来は我らが開く。邪魔するならば切り抜けるのみよ。そうだけど、お仕事パパ。かけ未来へ。この先に待つは世界の命運を決する戦。我ら人間に任せるわけにはいかぬ。我らを認めてはくださらぬか。いや、そうではあるまい。我らが眼中にないなら立ちはだかることすらせぬはず。超えてみせよと仰せか。教示よ、ゾウ。この子らよ、我に挑む。スサノオはひどく狭い。
進むのは難しい。致し方ありません。四軍に分かれ、それぞれの道を進みましょう。この戦は人の力を示すのが目的。彼らは戦を打ちさえすればよい。どうとっても難しい。ただ勝てない。信じておる。お主ならば佐野を超えられよう。さあ行け。人の力見せつけてくるのだ。承知しました。みんな我が子を信じてくれるのと同様、拙者も殿の武運を信じ申す。人の子よ、惑うがいい。くだらぬ地味術者をほふれ。風よ、吹き荒れよ。人の子の道を閉ざせ。戦術を解かねば先へは進めんな。俺にお任せを。わしを信じてくれた忠勝のためにここを切り抜けねばならぬのだ。この風では先へ進めぬ。私が何とかしています。しばし敵の攻勢をしのいでください。わしとしたことが調子でお願いします。
ってくれた。蓄えた知恵を持って終わりだ。言われるまでもない。
越えてやれ。真に我を超えたのだ。行くがよい。我ら自身の力で我らの未来を開くがいい。我らはサノー殿に認められた。人の未来とサノー殿の意志を追ったのだ。もはや何者を前にしても臆することはできぬ。進むのだ、未来へ。我ながら鮮やかな仕事ぶり、こりゃ褒められちゃうにゃ。英傑はスサノオを乗り越えた。もはやその道を阻む者は何もない。そしてついに魔窟の最奥にたどり着く。破壊の意志が鎮座する場所、決戦の地に。世界の命運をかけ、希望の未来を勝ち取るために、人の子らは最後の戦いに挑む。世界の命運をかけた最後の戦い、時を超えた物語の最終章が始まる。その結末が人の世の輝かしき未来でありますように。うん、信じよう。彼らの力、結束の。山頂に強大な滅びの意志を感じ、あれ
人の無垢は愚かではない。滅びの意志を代表する絶対の破壊神と言えよう。ここまで来たらオロチも破壊神も関係ない。俺たちの未来のために戦うだけだ。それでこそ人だ。さて時を超えた物語の結末が近い。人の子らよ、大断言を導きたまえ。中央門を抜けるのが最短距離だね。何があるかわからないけど行ってみよう。この門、妖術で閉ざされている。簡単には開けられないだろうな。今だ、門を開け。術には再起が使われるはずなんだ。それを探してみようよ。
だ術は解けないか。再起はまだ残っているようだな。全知全能たる私が押されるだと。救援ご苦労。
と噛み砕いてくれよ。Yeah!
した人の子、我をしのいだはまぐれか。見せるがよい我らの底力。露払いは我が引き受けよう。人の子よ、左脳が助け立ちしよう。では満足する。はい、ならば私は何もい私に手を貸して。わぁ、引っ張っちゃったよ。救援ご苦労。等しく滅びに沈む。それがオロチ様の望みゆえ。はっ、最後の戦いへの扉が開きました。この先が結末だ。心の準備は良いか。はっ、おお、良いところに来たな。おお、助けてくれるのか。どころじゃないよ。
開く。ありったけの本気で前を倒す。俺たちの未来のために。話し合ってみたら。人間が争えば世界はまた滅びに向かう、うん、何度もこんなことがあったら面倒くさすぎですよ。我らが英雄殿の仰せだ。わしらそろそろ仲良くしてもいいかもね。また来なさいよ。今よりずっといい世界になってるはずだから。はい。仕事ぶり。